こんにちは、動画ファンの成田です。今回は G メールでうっかり返信をし忘れてしまったというのを防ぐスヌーズ機能について解説をいたします。普段メールは G メールを活用している方たくさんいらっしゃることと思いますが、毎日たくさんのメール読んで対応をしていると、中にはうっかり開いたまんま返信するのを忘れてしまったということもあるのではないでしょうか。大切なメール返信し忘れてしまうと、後で大きな問題になったりすることもありますよね。そこで今回ご紹介するのは G メールのスヌーズ機能というものになります。スヌーズ機能とは、携帯電話の目覚まし時計利用されている方ならご存知だと思いますが、こちら一度鳴った目覚まし時計止めてもまた数分後に鳴る機能のことですよね。これをメールに応用した機能となっております。スヌーズ機能を使えば後からまた同じようにメールをチェックすることができますので、うっかり防止にも非常に役に立つと思います。ではそのスヌーズ機能の設定方法をご紹介してまいります。まずはパソコンからの設定方法です。こちらのテストメールですね。通常このようにメールが届くと太字になっていますよね。開封前はこのように太字になっていて分かりやすいかと思います。でこちら開封をすると、ちょっと一旦元に戻しましょう。そうすると太字ではなくなってしまって、またこの後からどんどんメールが来ればこのメール埋もれていってしまって分かりにくくなってしまうことかと思います。でこちらのメールをスヌーズにしておきたいと思います。このように対象のメール開きましたら、画面上のこのいくつかアイコンが並んでいる中のこちら真ん中あたり、時計のマークスヌーズとあります。こちらをクリックしてみましょう。そうするとこのようにいくつか期間を選ぶことができるようになっております。今日の夜6時頃とか、明日とか、今週末とか、来週というふうにあらかじめいくつか候補がありますので、この中から選択することもできますし、日付と時間を選択、こちらをクリックすると自分の好きな日時を設定することができるんですね。例えば来週火曜日の時間は夕方5時頃にしようかなというふうに、好きな時間、好きな日にちを設定することができるようになっております。保存をクリックするとこの時間でスヌーズが設定できます。では今回はこの候補の中から明日、こちらを選択していきたいと思います。こちらをクリックします。そうするとスレッドをスヌーズしましたというこのような表示が画面左下に表示されて、そしてこの受信トレイの中から先ほどのメール表示がなくなりました、消えました。これでもう一回明日の朝8時になると、先ほどのようにメールが新しく届いたような感じで開きますので、これでもう一度確認することができるということになっております。で実はこのスヌーズにしたメールどこにあるかというと、画面左側のメニューにスヌーズ中という項目があります。こちらをクリックしていただくと、ここに今スヌーズに設定したメールがありますので、ここからも確認することができます。でこちら見ると明日の朝8時までスヌーズしましたというふうに出てきて、スヌーズで設定した時間になると受信トレイの一番上にこのようにまた太字で表示されて、新しくメールが来た時と同じようにチェックをすることができるようになっております。なおこのスヌーズ中のメール開いて、そして同じくこの画面上のスヌーズ、こちらをクリックするとスヌーズを解除という項目があります。スヌーズに設定はしたんだけれども、それまでの時間に返信をしたり対応が済んだのでスヌーズの必要がないなという場合は、このスヌーズを解除していただくとスレッドのスヌーズ解除しましたという表示が出てきて、通常の受信トレイに戻すことができるようになっております。それではスマホから設定する場合もご紹介してまいります。スマホの場合、対象のメールを開きましたら、画面右上のこの上の方ですね、2つちょっと点々があるので、上側の点々です。下側ではなくて上側の点々、こちらをタップしてこのようなメニューを開いてください。そうするとこの中に上から2つ目スヌーズという項目ありますので、こちらをタップします。
そうするとこのようなメニューが開きます。例えば少し後とか明日の8時とか今週末来週というふうに選ぶことができるんですけれども、日付と時間を選択、こちらをタップして、そして日にちを選択して OK をタップして、そして時間をカスタムで詳細な時間を設定して、そして保存をタップすると自分の好きな日時を指定してスヌーズを設定することができるようになっております。ではこちらも明日を選択してみましょう。明日を選択するとこのように画面下に明日の8時までスヌーズしましたというこういった表示が出てきて、メールの一覧受信ボックスからは今スヌーズしたメールは消えて表示されなくなりました。でこちらも同じです。画面左上の3本線こちらをタップするとメニューが開くんですが、このメニューの中にスヌーズ中という項目がありますので、こちらをタップするとこのように明日の8時までスヌーズ中ということでスヌーズしたメールがこちらに保存されております。でこちらもタップして開いて、そして上側の点点点をタップしてスヌーズ解除、こちらをタップするとスヌーズを解除することができるようになっております。このように Gmail にはスヌーズ機能があります。うっかり返信し忘れて大変なことになってしまったということのないように、ぜひこちらのスヌーズ機能活用してみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立ったという方は高評価ボタン、またチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。もしこの動画にご質問のある方はお気軽にコメント欄へご質問くださいね。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしています。また music.jp にてオンラインサロンも開催中。オンラインサロンでは YouTube ではお話ししていないようなこともお話ししていますので、ぜひ参加お待ちしております。